ルイ・ガブリエル・スーシェは、ナポレオン戦争期に活躍した、フランスの軍人、元帥アルブフェーラ公爵。ルイ・ガブリエル・スーシェリオンの富遊な絹、織物製造業者の家に生まれた、ルイ・ガブリエル・スーシェは、同僚の元帥たちの多くが貧しく苦しい、幼少時代を過ごしたのとは、対照的に、何、不自由のない少年時代を過ごした。リンにある学校で学んだ後17歳で、 父の仕事の手伝いを始め、いずれは父の後を継ぐはずだったが、その2年後に革命が勃発するとその思想に賛同、家業を捨てて家を飛び出し国民へ兵隊に身を投じる。その人柄を買われてすぐに中佐に昇進、1793年には故郷であるリヨンの反乱鎮圧戦に参加。ここから転戦したトゥーロン後為戦では、 不評大隊を率いて活躍し敵将を捉える主君を挙げた。このトゥーロンの戦いはナポレオンが一役名を挙げた戦いだったが、この時はスーシェも当時砲兵少佐だったナポレオンもお互いの進化に気づいていなかった。その後も革命政府の模範的士官として勤務し、時として反革命分子を断罪することもあった。百九十五年には、 イタリア方面軍に配属されて、マッセナの指揮下に入り、オーストリア軍をしばしば破って、有名を馳せた。ナポレオンがイタリア方面軍司令官に就任した当初はあまり好意的ではなかったが、戦場以外では怠惰で横暴なマッセナとの感情的な対立からナポレオンへの接近も図るようになる。すでに、フランスでも指折りの優秀な師団長として十分な名声を得ており、 人並みに野心も出世欲もあったスーシェだったが、共和派としての経歴が災いしたのか、マッセナとの対立が悪かったのか、この頃から出世が遅れ始める。しかし与えられた任務は着実にこなし、まずスールと減衰、ついでランヌ減衰の帰化で師団長として従軍した。特にランヌには信頼され、アウステルリッツの戦いや続くドイツ戦役でも、 ランヌの第5軍団の主力として活躍、その副将格として名を馳せた。1808年より軍団ごとスペイン戦線に転戦するが、ジュノー将軍の帰化として第3軍団に転出することになる。スーシェ自身は新しく上官となったジュノーをあまり評価しておらず、ランヌの元を離れた当初は失意の時を過ごした。しかし元帥として現地軍を指揮した。 ランヌも、ジュノーより、スーシェを買っており、翌年サラゴサの陥落とともに、スペインを離れる際にジュノーとスーシェを交代させる、要皇帝ナポレオンに進言する。これが入れられ、スーシェはようやく念願の軍団長になることができた。スーシェは疲弊していた軍団を短期間のうちに立て直すと、自らの守備範囲である、アラゴン地方の安定に尽力。 略奪を厳禁し破壊されたサラゴサを再建し、地元に最大限配慮する柔軟性を発揮して、これを成功させる。アラゴンの平穏ぶりは、スペイン戦線でも例外的なもので、これは、スーシェが行政官としても、極めて優秀であることを示すものだった。敵からも敬意を払われ、敵将の中には、スーシェの新妻の宿舎は、 砲撃対象から外すように指示していた者も,もいたという。ゲリラ総統にも、脱腕を発揮し、軍事的な成功のみならず、スペイン人と共同で総統を行うなど地元の心をつかんだ、ケウの指揮官でもあった。この功績で元帥に昇進したスーシェは、ロシア遠征失敗後のスペイン戦線崩壊をも、耐え抜き、皇帝の単位まで持ちこたえてみせた。同年ナポレオンによって、 アルブフェイラ公爵位が新設され、それに除されている。一旦新王類18世に忠誠を誓った数ーだったが、ナポレオンがエルバ島を脱出するとネイに誘われてその帰化に戻る。ナポレオンは彼をアルプス方面軍総司令官に任命し、イタリア方面とフランス本国の守備を委ねたが、いくらそれが重大な任務とはいえこの人事には批判が多い。彼は、 参謀総長としては、スールとよりよほど適任であり、また前線指揮官としても、その力は、主戦場である、西部戦線でこそ震わせるべきだったとされる。事実ナポレオン自身も、後に、グルーシーではなく、スーシェを用いていれば、ワーテルローでは、勝っていただろうと回想している。スーシェは、アルプス方面で攻勢をかけたが、その途中で、ワーテルローの敗砲が入り、 降伏する。王政復古後は、姉の逃亡に力を貸そうとし、一時追放されたが、ほどなく名誉回復がなされ、その後は公職に就くことなく平穏に生涯を得た。その死を知ったサラゴサ市民は追悼のミサを行ったという。セントヘレナに流刑にされたナポレオンは、自らの帰化で最も優れた指揮官はという問いに、難しい質問だが、 私の見たところそれは、スーシェであろうと答えている。また、スーシェが二人いれば、ナポレオンはスペインを平定し保持できただろうとの表も、ある。世当たりが下手だったこともあって、昇進は遅かったが、戦術指揮官としても優秀で、民政家としては同僚に被験し得る者がいないほどの手腕を持っていた。人によっては、ナポレオンの減衰中最優秀と評価することもある。 人柄も穏やかで、兵士からも慕われた。ありがとうございます。